皆さんこんばんは、アニテンレポーターの阿部玲子です。今日は10月から始まる注目のアニメもやしもんのキャストのお二人にお話を伺いたいと思います。それでは早速ご登場いただきましょう。このお二人です。こんばんは、坂口大輔です。こんばんは、斉田美月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう9月に入ってすっかり秋らしくなってきましたが、はい、何か夏らしいことって何かしましたか？夏らしいことしたかね。私はあのちょっと劇団の方で、海に行く企画があったので、はい、ね、海に行って花火大会もちょうどやっててっていうんで、はい、多少満喫してるかなっていう感じですね。はい、暑いな、夏、夏。どうでした夏は？夏何もしてないな、実家に帰ったぐらいだ。あ、でもほら、実家に帰るの大事なのお盆だからね。お盆だからね。そうそう、お墓参りは基本だから。うちもちゃんとあの実家帰ってるから。うん。やっぱ実家帰りましょう皆さん。ここはこんなところで。はい、そんな夏すごい猛暑でしたけれども、はい、何か暑さ対策というのはされてましたか？暑さ対策か、暑いの大嫌いですから。はい、地球温暖化を無視させていただきましたもん。あ、確かにうち残念ながらクーラーをですね入れてましたね。暑いですからね、やっぱり体調を崩さないことが第一ですから、クーラーも必要です。クーラー病にならない程度。そうだよね。そうですね。エコボタンがあればそれをする。エコボタン、うん、あくまで地球に優しいんだ。あんのかな。あ、わからない。え、嘘。なる。うちだってアパートだから絶対同じクーラーだから。はい、それでは、はい、早速アニメのお話にお伺いしていきたいと思うんですが、はいはい、もやしもんというアニメなんですけれども、はい、お二人が演じられているキャラクターはどんなキャラクターなんでしょうか？はい、沢木総園忠康、うん、そうですね、金の見える大学生です。金がこう実体としてこう、うん、その辺に飛んでたりとか飛んでる金とかが全部見えてしまうんですね。はい、まあ、それ以外は多分普通の大学生なんですけど、その特殊能力のおかげでまあいろいろと騒動を引き起こすやら起こさないやらみたいな。はい、斉藤さんはどうですか？はい、結城圭というあの沢木くんの、幼馴染の男の地元のね、同じ地元の、高校まで一緒 で、はい、でそれ大学も一緒に来たっていう感じの子で、うちは酒屋さんなんですけど、造り酒屋なんですけど、沢木くんちがあの、まあ、もやし屋、沢木もやしっていう、はい、あの麹を作ったりとかするそういう店なんで、切っても切れない関係にあるという感じの仲良し二人組ではあります。はい、そんな親友の役です。はい、ストーリーはどのように展開していくんでしょうか？そうですね、農大の、まあ、キャンパスライフなんですけど、はい、まあまあ金が見えるので当然あの利用する、うん、しようとする人たちも絡み、先輩とか、はい、あ、研究もしていきっていう、はい、ドタバタドタバタと、ね、うん、結構にぎやかなこう、そうですね、特徴あるキャラクターが多い、うん、あの1話はまだそんなにね、展開ご紹介程度、ご紹介程度なんですけど、2話以降ものすごい楽しいことになっていますもん。そうです、はい、もうあの本当に例えばサーキーが見えるあの金とかも中心になってくるんで、うん、むしろ金が主役ぐらいの、まあ金主役でしょうね、うん、まあ、まあ、我々は添え物ぐらいの感じで、本当にあのキャラクターかわいらしいので、うん、みんなむしろ金がやりたいって言って、そうですね、そっちに力入れる人ちょっとね見どころを教えてください。そうですね、あのバタバタのキャンパスライフも楽しいんですけど、うん、やっぱ先ほど言ったように金、うんね、この金が本当にあのだって最終的に金劇場とかついてる、ね、金劇場は最後にショートでおまけもつけてますので、はい、ぜひぜひ金を、金の可愛らしさをそう見ていただいたり、でもまああのいろんな人間模様も面白かったりするんですよね、うん、これがまたあの深い感じも結構ね、で割とその金が何をするかとかでそういうのを説明してくれたりとかもするから、お勉強にもなりますよね、うん、意外と、はい、いい感じに農大アニメ、はい、農大になっているかな。はい、はい、アフレコの方は順調に進んでいるんですか？順調ですね、本当楽しく、はい、現場の雰囲気っていうのはどんな感じなんでしょうか？本当いいですよね、なんか、うん、なんか普通にあの例えば何話からって3話ぐらいから出てくる人とかも、はい、普通に馴染んすんなりもう頭からいいんじゃんっていう感じぐらい、はい、なんか普通に、うん、なんか本当ね、なんか大学のキャンパスの延長じゃないの、そうそう、なんか賑やかに
例えば大ちゃんと私とあと小西くんと杉山くん同い年だったり、まあ同い年だったりっていうのもあるので、同世代があまりにもいすぎるぐらいので、それをにこやかに西村さんが見ると見るとトーマさんが見るとトーマさんが見るとそんな感じになってるんで、はい、そのもやしも雑学がすごくたくさん入ってるとお聞きしたんですけど、うんうん、何か今までアフレコをされてきて学ばれたことというのはありますか？キビアックは臭い、ほうほうへも臭い、ほうほうへも臭い、ものすごい臭い食べ物2つ覚えました。はい、なるほど、まあ、その他にもお酒の作り方だったりとか、その菌が何をするかっていうのはやっぱりね、今までかんあんまり考えない。そうだね、お酒の作り方とかそんなにね、特殊な勉強してないとわからなかったりするので、そうですね、身近なようであんまり知らないこと、そういうのが分かりやすく、まあ最終的には端的に一言で、はい、お酒が何であるかというのを説明していますので、はい、まあ、あと金は見えたくないっていうのをね、金が見えると大変だと、ことが非常によく分かります、はい、そんな金がたくさん出てくるということなんですけれども、うん、好きな金と嫌いな金ってございますか？嫌いな金は病原菌はね、うん、まあ、嫌ですね、やっぱり基本的にはね、風邪はね、職業柄ちょっとね、そうですね、きついですから、あとカビも、うん、まあカビとね、とか、うん、まあ、好きな菌は乳酸菌、うん、乳酸菌ですね、お腹に優しい、乳酸菌大事です、乳酸菌取ってください、はい、あとはもうあの自分がやってるからっていうのもないですけど、オイゼーがやっぱりですね、麹菌オイゼーかわいいです、いちいちぷよぷよしてかわいいです、かわいいですね、ふよ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 触り心地が良さそうね、なんかいろいろ出してほしいですね、商品ぜひ金がかわいらしいから商品ももしかしたらできるかもしれないですね、やっていただきたい、ぜひ、はい、先ほどお酒の話とか出たんですけれども、うん、お二人はお酒って飲みますか？飲まないですね。あ、全く飲まないですか？へぇ、坂口さん飲みますね。あ体にね、今ちょっとお腹が良かったりもするんですけど、ね、そんなのは一切無視しますよ。お酒も飲みたいです。この二人はとにかくあの乳酸菌が好きですが、はい、あのそれを徹底して飲まない私と飲んでる違いで、はい、お酒はでもそんなに昔ほど頻繁には飲んでないです。一生開けたりとかします。一生、まあ、ほどほどに、ほどほどにお体に気をつけて心配されてしまった。それでは最後に、はい、視聴者の方にメッセージをお願いします。はい、そうですね、あの現場はすごく楽しい雰囲気でやっております。もう楽しさがね、あのブラウン管を通じて、ブラウン管じゃねえな最近テレビを通じて、ね、テレビを通じて、皆様に届けばいいなと思っています。本当に楽しい作品なのでぜひね、楽しみ。はい、原作もさることながらアニメもすごいパワーを持って、面白い作品に仕上がっていいんじゃないかなと思います。本当あのさっき大ちゃんも言ってましたけれども、やってるこちらもすごく楽しんでやってますので、絶対楽しんでもらえるんじゃないかなと思っていますので、人間も金もバッチリ見てみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回は10月から始まるアニメもやしもから坂口大輔さん、さえがみつきさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。